鬼の話がまことなら、ヒダのような変化のいたずらでありますまい。黒光が地獄の獲物で作られたと話しておられましたね。喝殺自在の地獄の武器が人間に持ち去られたとあれば、エンマ様が放っておかれるはずもございません。地獄の獄卒が持ち去ったか。だが悲観するには及ばぬ。ありかが割れておるなら取りに行けばよいだけのこと。取りに行くと言われましても場所が場所。まさか地獄へ行かれると仰せですか。さように申した。明神の使いともあろう者がその程度の道を知らぬというのではあるまいな。竜宮へは亀に乗り、高間ヶ原へは伊勢から通じ、京都は陸道月寺が地獄への抜け道。知っておりますとも。幸い間もなく16日、その日は閻魔の祭日とされ、地獄の釜の蓋も開くというではないか。金菊、案内いたせ。Thank you.
ほう、天狗の山で暴れ回っているというのはお前だな。人間ごときが我らに手を出すとは笑わせる。すぐにも五体は八つ咲きにされ、次の小勢にかけられよう。果たしていつまで持つか、高みで見物させてもらおう。の仰せの通り、しかみの剣は奉行所にうまく届けておきました。すぐにもしょっぴかれましょう。なんだその目は。別に桃姫のためにしたことではない。それよりも地獄は不安ないゆえ先導を頼むぞ。
Thank you.
Thank you.
Yeah.
あまりの恐ろしさに魂のままでいられず体に潜り込んだのが運の尽き。押し出されたジンクロウの魂が大鬼に見つかってあっという間に食べられてしまった。わらわ一人では来た道を戻るのは無理というもの。いつまでも隠れて泣いていても仕方がない。ジンクロウの魂が食べられたのもわらわの臆病が元なら悪人とて放っておかれようか。こうなったら肝を据えて。なんだなんだ、おめえまだ生きとるが。ここは地獄だっぺ。鬼にかじられても文句は言えねえべ。どうかお通しくださいませ。鬼の大将様に御用があって参りました。うん、親瓶に御用とな。嘘でねえなら勝手に食っては大目玉を食らうべ。仕方がねえ、早行け。どうしてのまみの人間がこんなところにおるだ。そういえば大暴れしてるやつがおると報告があったが、おめえか。これこの通り怪しいものではありません。鬼の大将様に御用があって参りました。なんだべ、そそとした物腰で。報告とはえらい違いじゃ。もし人違いだったら面倒じゃ。ええ、行くがええだ。生きたまま地獄に迷い込んでくるとは間抜けめ。わしがエンマ様よりここら一帯の地獄を任されとる大鬼よ。あなた様にお願いがあって御前に参りました。何卒お聞き届けくださいますように。己の業の罪滅ぼしにせめて最後の一膳あなた様をおもてなしさせていただきたいのでございます。お前がわしをもてなすと何も持っておらぬではないか。仏が虎に我が身を差し出した例えもございます。功徳を施すと思って何とぞわらわをご賞味くださいますよう。なに、自らを食ってくれと申すか。骨張った亡者の肉には飽き飽きしていたところだ。肉好きのいい娘なら願ってもない。いざ食わん。お待ちください。私もお膳に登るなどめったにあることではありませんから、せっかくなら一層おいしく召し上がっていただきたく存じます。都で大層流行なのが生きたままつるりと飲み下して喉越しを楽しむという魚の食べ方でございます。あなた様もぜひこの味わい方を一度お試しくださいませ。
人間の流行りと言われれば気になる。そのようにうまいなら一つそれで食ってみよう。かん。あーうまっ。でかしたぞ桃姫。我ながら間抜けな幕切れに呆れ果てておったが、まだ運は尽きておらなんだ。Hit!
命ばかりはお助けを。この大鬼の大将が鳴神の城から蔵ごと持ち去った黒蜜の太刀はどこにある？正直に答えねば舌を抜くぞ。おめえもあの刀を探してんのか？オラがあの蔵にあると踏んで親分に出張ってもらったんじゃが。とんだ目算違い。刀は影も形もない。親分にこっぴどく絞られたのよ。嘘じゃねえ。地獄組んだりまで出向いて無駄足とは。残念じゃがエンマに見つかる前にずらからねば。お嬢ちゃん、地獄は初めてかいな。まあ焦らんで一服していきなあれ。なんでやねんと思ってるやろ。近頃仕置き用の獲物を盗んだ奴がおるらしゅうて、亡者を痛めつける攻め具はエンマ様の管理になったんや。ゆで釜一つ使うのも手続きがややこしゅうて、仕置きも長い順番待ち。兄の方がヘトヘトや。どっちが罰受け取るかようわからん。こんな時はのんびりやった方がええねん。フグはうめえが、板前代をケチって自分で裁くもんじゃねえやな。敵面当たって撃ち殺よ。いや、俺の答えだ、俺の答えよ。それより息子の八十八のことだ。情けなくって父ちゃん涙が出てくる。あの野郎、こともあろうに俺の葬式代をケチりやがった。おかげでこっちはこれ、この通り地獄に真っ逆さまよ。どうせあいつもうっかりこっちへ落ちる口だろうから、来たら鬼に代わって俺がこってり仕置きしてやらな。むむ、お主は。わしは悪事が公儀の知るところとなり、証拠も明白、言い逃れも聞かず打ち首となったわ。おお、鳴神の悪代官か。腰の重いお上にしては手際の良い処罰。桃姫の留飲も下がろう。かつての主従が今ではこうして地獄に落ちた者同士。これからは仲良くいたそうではないか、姫。こっちは冷やかしできたまでよ。お主の消息は良い手土産。もう会うこともあるまいて、鬼どもと達者で暮らせ。旦那様、よくそご無事で。お探ししました。てっきり鬼に捕らえられ、エンマ様のもとへ連れて行かれたに違いないと諦めかけておりました。ここで極卒らに見つかっては元も子もない。話は後にして急ぎましょう。ご案内いたします。